美食場スイーツのコーナー、コーナー、コーナー。やってまいりました。美食場スイーツのコーナーが戻ってまいりました。帰ってきました。えー、久しぶりに美食場スイーツ作りました。じゃーん。こちらは、えっと、なんでしょうね。<laughs> 豆乳グルトです。豆乳グルトの上に、えっと、オーガニック、 チョコレートカカオ70%のチップスをのせてそしてジャジャン若返り最強シナモンドバドバかけちゃいましたって感じなんですけれどもあの私は大丈夫でした <laughs> これどう思うかわかんないんですけどもちょっと食べた人じゃないとわからないと思うんですけど私はね美味しかったです私は全然あの あのもう体にいいと思ったら結構美味しいしあの普通に美味しくいただけましたなんかねアマゾンで買った70%カカオかな70%カカオのえっとなんかねチョコチップみたいなのがあるんですよオーガニックチョコカカオ70とかで調べたら出てくると思うんですけどもこんな粒状になったのがあってダークチョコレートかな なのでね、あの、それを、あの、王子にも今食べさせてて、ちゃんとあのね、あの、そのまま直接ね、もちろん手とか入れないで、あの、ちゃんとね、あの、小皿に、あの、出してね、あの、食べる分だけだ食べてねっていうふうに言って、あの、チップロック式のなのでね、それで、あの、食べてもらってます。なので、あの、私もこのようにしていただきました。やっぱりあの、シナモンはね、食べておきたいし、抗菌作用もあるしね、 あの、すごい抗酸化作用もあって、すごい体にいいし、美容にもいいので、食べちゃいました。で、なんかチョコ、でもシナモンチョコとかもありますよね。なのでいいかなと思って、私はすごい、あの、全然余裕でしたね。で、こちらが、あの、あれですね。ブックオブティーっていうあの、ルペシアのいろんな、あの、お茶が入った。あれもね、すごい私ね、あの、栗のお茶があったんですけれども、栗の紅茶、あれすごい、 紅茶なのかななんか栗のお茶があったマロン。あれすごい好きでした。うん、これはね、なんかエルダーフラワーカモミールっていうので、ハーブティーなのでね、これはこれでノンカフェインなので、あの、いいなと思いますね。私ハーブティー好きなので、定番な感じでしたね。でもね、あの美味しいなと思ったのはマロンがなんか結構美味しいなって思っちゃったので、おすすめです。 はい、えー。こんな感じ。あとなんかお煎茶の、ぶきた煎茶とかも結構美味しかった気がしますね。うん、なんか深いり煎茶みたいな、深い深蒸し煎茶みたいなのも美味しかったかな。うん、でこれがねあの、昨日ね、私あの買ってきた成城石のサラダです。右側がなんかビーツの、あのビーツを使ったサラダで、左側がカボチャのサラダなんですけども、 昨日私ちょっとあのチートデーっていう感じであの少しあの外でねあのちょっとだけ、まあ、ジャンクってことじゃないんですけどもちょっといろいろ食べちゃったのであの帰ってきてね,あのねあのもうこのサラダとあのお味噌汁だけいただいたんですね一応やっぱお味噌汁はあの万能なので飲んでおけば安心っていうのと あとまあそのサラダがちょっとねお外ってどうしても足りないので、まあ、こういうのもでも結構マヨネーズとか入っちゃってるかもしれないから分かんないけれどもあのなんか美味しそうだなと思って買っちゃいましたでもね結構美味しかったですアーモンドスライスも入ってたしねあのであの王子にもねあのちょっとずつこれも出してあといろいろ私があのー ね、美食所ご飯で食べてたようなものをいろいろ並べたっていう感じでしてね、うん、一応ご紹介しておきます、ねまあ、とにかくあの美食所あのそ外でね、まあ、ケーキケーキもねちょっとだけ実は昨日食べちゃったんですけども全部はねあの食べなかったんですけれどもねあやっぱおいしいなと思っちゃったんですけども <laughs>。 <laughs> そうなんかロールケーキみたいなのは母が好きそうなの食べちゃってねうんだけれどもねやっぱりねあのこれだとグルテンフリーだしあのすごくあの罪悪感がないですねやっぱりビシュクドスイーツだとグルテンフリーで小麦も使ってないしバターも使ってないしあの脂質もないですねあのカゼインっていう乳脂肪もないので 豆乳グルドと、えっ、ー、と、オーガニックチョコの70%カカオとシナモンなのでね、これ全然あの本当に